坂は将来アイドルになりたいって磯川美坂は宣言してみたり。ああ、お前人の病室に入ってくるなり何おかしなこと言ってやがんだ。あ、そうだよね、説明が足りなくてごめんなさいって磯川美坂は頭を下げてみたり。アイドルっていうのはね、歌や踊りをお仕事にして芸能界で活躍する。そういう話じゃねえ、バカにしてんのかクソガキ。俺だってそんくらい知ってんだよ。なんだ、じゃあ話は早いねって磯川美坂は安心して話を進めてみる。つまり歌って踊ってファンに愛されるアイドルって楽しそうって磯川美坂はかなり憧れてみたり。クソガキのお前がなれるわけねえだろうが。何それって磯川美坂はすっごく憤慨してみたり。じゃあ誰がなれるの、あなたはなれるって磯川美坂は質問してみる。あ、でもあなたのアイドル姿には少し興味あるかもって磯川美坂はイメージを膨らませてみたり。頭のおかしなこと考えてんじゃねえ、追い出す。ちょっと言ってみただけなのにって磯川美坂は口を尖らせてみたり。たくよ、ちっ、くったらねえこと思いつきやがって。つかなんでそんなもんになりてえとか言い出しやがって。最近いろんなところからアイドルは可愛くて楽しいものって定義が募ってきたの。その意識に感化されたせいかもって磯川美坂は事の発端を推察してみたり。そいつはミサガネットワークの集合的無意識ってやつになんのか。ふん、なことはねえか。どうせアイドルになりてえなんてただの気まぐれだろうが、いちいち付き合ってらんねえ。そんなことないよ、歌もちょっとは練習したもんってミサカはミサカはお遊びじゃないことを強調してみる。少しだけでも聞いて聞いて聞いてってミサカはミサカはただをこねてみたり。クソったれが、うるせえやつだな。ち、少しだけだ。もし下手くそだったらすぐに黙らせんぞ。わーい、やったやったーって磯川美坂は大喜びしてみたり。それじゃあ行くよって磯川美坂は自信満々に歌い始めてみる。ふぅ、歌い終わったけどどうだった？磯川美坂はワクワクしながら感想を待ってみたり。別にうまくはねえな。カーンって磯川美坂はショックを受けて固まってみたり。もっと具体的にどう良くなかったか説明してって磯川美坂は改善策の提示を求めてみる。でもできればお手柔らかにねって磯川美坂は保険をかけてみたり。はあ、心の底からめんどくせえ。お前はただ声張り上げてるだけじゃねえか。音程だって外しまくってただろうが。磯川美坂は痛いところを突かれてうめき声を出してみたり。本物はそんなお遊びみてえなもんじゃねえんだろ。確かに本物のアイドルは歌がうまいねって磯川美坂は同意してみる。ちょっとぐらい練習してなれるもんだったらそこら中アイドルだらけだろうが。言われてみればって磯川美坂は正論を前に打ちのめされてみる。そうだよねって磯川美坂はアイドルになる難しさを考えてみたり。わかった、アイドルは諦めるって磯川美坂は現実を見てみたり。俺が言ってんのは今は無理だって話だ。あと10年経ってからやり直せ。え、それってつまり10年後の美坂ならアイドルになれるってことって磯川美坂は希望に胸を躍らせてみたり。やっぱ想像できねえからパス。うんうん、美坂はアイドルになれる気がしてきたって磯川美坂はなんだか自信にあふれてみたり。ああ、何を根拠にんなこと言ってやがんだ。だってだって、考えてもみて、あなたがアイドルになる方が想像できないから、たとえ10年後でも美坂の方が可能性はあるんだよって美坂は無限の可能性に思いを馳せてみる。ああ、
そうかよ。もう勝手にしてくれ。うん、よし、歌の練習どんどんするぞって美坂は意気込んでみたり。